ちょっと俺は、お前ちょっと俺は終わった人間から帰ろうぜ問題みたいな。ああ、ありましたね、うん、僕と一緒に行った人間かわいそうだ。声かけやったりよ、声かけやーってなかなかいかんねやけど、ちょっと俺は、お前、お前ちょっと俺は、お前ちょっと俺は、やべえって顔してるけんだ。いや、なんかあれあるじゃん、俺のみんなで酒飲んどる時に話しちょったけど、はい、終わった人間から帰ろうぜ問題みたいなのあったじゃん。ああ、ありましたね。うん、まあ何、これ今積み込みしょったじゃん。そうっす。それは何、まあまあみんなまっぷりやで積み込んどこうかな。そうです。そうすると、やっぱ明日朝間に合わんの？いや、明日の朝が楽になる。ああ、早くね、早く、うん、もう同じ時間来たの？だいたい朝何時ですか？今は平均で6時ぐらいです。あ、6時6時12時じゃないか。6時から6時だから12時間ってことはもう12時間。6時からってことはもう今日の朝何時？今日も6時です。もうすぐで12時間経ちます。俺が言うのもなんですけど、視聴者の皆さん、リーダーとか、まあ、リーしかショーが、まあ、今よりも続き上がる、そういうのないんだ。全員で待ってるで、ボーッとしたの最初から。なんか、いろいろでも喋ってるみたいですけど、仕事のこと。喋った方がいいんだけど、はい、ケンタロウさんはいないんだ、ベトナム人たち送ってかなきゃいけないから、はい、お前先に送ってきるんだ、はい、だからあんま許可あんただ。じゃあ待ってねえかよ。じゃあいや、僕も、まあ、ギリギリまでは待ってます。ケンタロウさんいないから。あんま意見ならわ。ありがとう。必要なご意見ありがとう。そうか。寝てたんですか、リュウジさん。寝てたんですか。めっちゃ寝起きの顔じゃないですか。寝起きの顔してる。確かに。大事な話。どう。え？何かみたいな感じですよね。みんな一緒に帰ろう問題あるじゃん。はい、それやめたら。お前ら先帰れよって、なんか帰らしたのか。小僧が。いいですけどね、そのみんなが不満がなければ。それはお前らの意見次第じゃね。上手に現場をこう入れ替えたりとか、まあ、誰かが今みんな帰りたかったら帰っとるけど、用事があるなら帰っていいよって、うん、基本はまあ用事があったらまあ帰りますって。あ、揃わなくても先帰りますみたいな。一言ずつ、あ、もういいぞお前らゲーって言うと行きやすいじゃん、うん、そしたらいいんじゃないかな。またすか、松田さん。松田さん、いつもドバでなんか撮るときやっちゃったなぁだなぁ。いきなりやっちゃったねって言われるんですけど、いつも。なんかこの間の、まあ、ちょっとお酒の席にも話したし、はい、先に帰ろう問題の話。ああ、はい。不満が出るんじゃねえかな。いや、出ますね。十分出てます。それで残ってることやろ、まあ、いや、先に帰ることやろ。いや、残ってることや、残ってることです。なんで、帰らしてあげた方がいい。待ってるぐらいだったら、もともと事前にじゃあ応援に行けなかったのかとか思うんですね。ああ、そうだね。早く帰ってきてる人間もいるじゃないですか、うん、なんでそこに応援に行ってないんだろうって、うん、僕は残業するぐらいだったらもう別に先帰ってもらっても全然構わんと思ってるぐらいなんで。そういうことやね。うん、全然喋ってない。もう一回聞こえちゃう。 YouTube になるんだろうなと思ったら何も言わない。いや、いや、僕もそういう感じです。そう。当たり障りのないように。いや、逆に見えたな。僕が遅くなる時は僕帰ってほしいなって。僕が遅くなる時は逆に帰ってくださいと思って、うん、逆に待ってもらうのが、うん、別に待ってること自体は嫌じゃないけど。そうですね、まあ、別にお互いにだよね、はい、俺はそう思うけど。やってみてちょっとね、ダメならあれだけど、ちょっと一回最後みんなで喋ろうか。はい、で、多分リュウジとかも、まあ、気持ち大事だよ。みんながもう先話しやればーって言って、もう帰れ帰れって言って、いいぞ帰ってけって言わんと帰らんじゃん。で、それをやっぱ頭が先に行ったらんと、ね、やっぱどうしてもなるじゃん。そうそう、特に男社会ってなるじゃん。そうですね。で、そういう声かけ合うといいんかなと思うんだよね。これお便りはやっぱ大人だから、そこはやっぱじゃあ先頭来てくれるからね。やっぱそれくらいね、早く帰ろうリーダーに。最近は何でもリーダー決めちゃうね。怖い、めっちゃ逃げてるよ、もう逃げてる。
もうめっちゃビビって逃げてますよ、カンタさん。いや、じゃあ本当にやりそう。その、なんで、この間まあちょっと飲んどるとき話したじゃん。もう先に帰ろう問題みたいな。先に順番に帰らせて。ああ、はい。それどう思うかな。でも昨日は僕がちょっと遅かったので、あとみんな帰ってた。あ、先に帰ってた。あ、先やっとんだよ。そうだ。お前の時だね。お疲れ様です。この間酒飲んでる時に話してたじゃん。先に帰ろうもんか。ああ、それどうだ。まあ、今に聞いてまとめて最後。まあ、みんな早く終わってるのに、俺だけ残業してるのに申し訳なくなる。岡部、もう一番下っ端に。やっぱ僕が、あ、でも嫌です。その待ってた方がいいです。全員に待ってほしい。全員に待ってほしい。待っててほしいって。僕と一緒に行った人間かわいそうだ。それもしじゃあ誰かがさみんな帰るシステムになったら、うん、そう遅くなるような現場は嫌だとか、それは交代交代、そんな、なんかそこやそれいやそれだったらもうそもそもだよな、まあ、確かにそういう風になるならみんな待った方がいいけど、そんなこと言い出せそんな、いや毎回なんかじゃあ岡部だけ遅くなるとかなんかはするな、まあ、結構でもショーが偉いじゃないですか、結構一番きつい現場行くんじゃないですか、そうでもなかった。お互いの褒め合わない。いや別に結構きつい現場行ってるイメージかな、これ現場に。まあでも平等じゃないですか。まあ、そう。そうするとまあ、まあ、手伝いに行ったりとかはもちろんいいと思うけど、壁がちょっと違うかな。まあ、全員で待っとった方がいいでしょう。まあ、全員一気で帰って。まあどっちでもいいよ、動画にならないからさ広げていきたいんだよねあらかじめ遅くなりますっていう LINE を入れたときは上がってほしいなって思います。確かに、うん、結構あるね、その1時間、1時間半とか待たなかったみたいなある。ちょい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 ある。まあじゃあちょっとまとめて喋っていこうか。ちょこちょこみんなには聞いたけど、まあいろいろだな、いろんな意見があるなぁと思う。ショーの意見はどう？僕は全然いいです。僕は待てるんで。あのね、もう前に帰ってきよう。まあそういう時にもよるじゃん。まあ今日はちょっとあれだし、雨だし、ちょっとみんなベタベタになってみんなで、あいつかわいそうで待っとったのかとか、まあ、それはなんか合わせながら、もう絶対待っとかなあかんっていうルールが多分なんか邪魔してるのかな。声かけやすい。ルールで多分気使っちゃうんですよ。そういうことだろ。声かけやったりよ、声かけやーとなかなかいかんねな。気使うところじゃないですよね。あ、いや、下回りもいいやいと思うじゃん。まあなんか、どっちかってお前ら全員の方がいいんじゃないみたいな感じだったな、お前ら。そこにそういう意見もあるけどな。その先に帰るやつだろうと、文句が出るんじゃないですか。俺文句出ると思う。文句っていうか、まあ早く帰って、行く後朝早く積み込みとかじゃないですか。温度差があるじゃないですか、やっぱり。早く帰ってくると遅く帰ってくるのは、だけどそれが毎回だったら良くないよね。それでリーダーがやってたら、だからまあそういうのはお互い気遣って、お前ちょっとずっと早かったで日曜日出ろよとか。トシ君が営業やった時もそうじゃない。だ全員が帰らんとなんか帰りづらいなみたいな雰囲気って昔であった人たちはね。自然とそうなってきゃいいけど、誰か上がやっぱ声かけたら。だから営業もお前ばっかり最近忙しいで、営業もあるでしょ。本当はエリアで分かると思うんですよ、そっちばっか見たらブワーッと時あるので、そしたら調整したら東米がそうすると、まあ潰れちゃうからね、岡部もやめちゃうでしょ。やめるか泣くかやめるか泣くかな。まあとりあえずやってみて、またちょっとあの結果報告聞きに来ようか。そうです、ネタないねまあちょっと上手にちょっとやってみて、まあお互い声かけ合ってな。で、岡部もその、やっぱちょっと帰ってきて誰もいないっていうか、一人しかいないのが寂しいなって、また意見聞かせてる。まあ、まずやってみるから、ね、はい、じゃあ皆さん、島の買取、ちょこちょこ今来てますんで、ぜひ買取と、実習生の相談会、個別相談会がやってるらしいんで、概要欄に申し込みしたら、
あの実習生、あのいろいろ30分かなんか無料でいろんな料金のこととかあのシステムとかいろいろ聞けるみたいなんで、ぜひそれの方もやってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てね。あ、TikTok の宣伝した。TikTok ですね。ありがとうございます。